どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国志新世の動画を作っていきたいんですけども、ちょっと前にですね、資源地のレベル10の占領に挑戦してボロ負けするという動画をですね、作らせていただいたんですけども、その動画の中でですね、うちの名手はレベル10の領地でも一部隊で占領してしまうんですけどね、みたいなことを言ったらですね、リクエストでですね、レベル10の領地をどのような編成でいけば一部隊で占領できるのか教えてほしいというような内容がありました。でですね、うちの名手ガリュウさんにですね、相談したところですね、画像の方ですね、快く提供してくださったんですよね。本当にありがとうございます。で、ちなみに今の画面なんですけど、これうちの名手のガリュウさんのですね、ツイッターということになってるんですけども、この編成相談なんていうのもですね、やってくださってる方でフォロワーも非常に多いですよね。で、こちらの、ツイートを見るだけでもですね、かなり勉強になりますので、よかったらフォローしていただけたらなと思います。僕の新鮮の動画の概要欄には、すべてガリュウさんのツイッターのリンクっていうのを貼ってますので、どの動画からでも飛ぶことができるので、よろしくお願いいたします。でですね、じゃあどのような編成で、クリアしたのかというのをですね、早速見ていきたいと思うんですけども、はい、こちらがですね、領地レベル10、木材ですね、を1部隊で抜いたという確実な証拠ということになってますね。勝って勝って引き分けて勝ってということなので、他の部隊は介入してなく勝利してるということになっております。で、武将はですね、諸葛亮を首相に置いて、張飛と関羽を副将に置いてるということになってるので、いわゆるテンプレ的な編成じゃないですよね。桃園決議でもなけりゃ天下槍でもないということになっております。このような編成でもレベル10の資源地1部隊で抜いてしまえるんですね。そしたら細かい戦法なんかを見ていきたいと思います。はい、固有戦法の説明はもう不要ですかね。もうメインの武将たちなので、どのような固有戦法を持ってるのかっていうのは皆さんもうご存知なんじゃないかなと思います。もしわからないという方はですね、武将の図鑑の方から見ていただけたらと思いますので、後で覚えた戦法に関してちょっと見ていきたいと思うんですけども、これ、6つの戦法のうち S3 つ A3 つということでですね、別に S オンリーで言ってるわけじゃないっていうことなんですよね。これも希望が持てますよね。やっぱり未課金無課金だと S で揃えるっていうのは本当に厳しいんですけども、A が半分混じっても大丈夫ですよというのがですね、こちらの画像でご理解いただけるんじゃないかなと思います。で、諸葛亮の戦法ですけど、混迷乱舞と雑種古城を装備させてるということになってるんですけど、混迷乱舞って相手のステータスを吸収するみたいなね、少し変わった戦法になってますよね。なんで相手の知力を下げてこちらの知力を上げるみたいな状況にできてるというわけですね。で、その下雑種古城に関しては、自身の部隊の2人の武将を回復するというような内容になってるので、混迷乱舞でしっかり知力を上げて雑種古城、これ知力の影響を受ける、回復量がね、知力の影響を受けるということになってるので、それでしっかり回復するということがですね、ここで見て取れますね。で、張飛の戦法は楽鵬と意気昇天ということになっております。で、この意気昇天はですね、張飛を使う上ではもう鉄板じゃないでしょうか。誰かしらには覚えさせておかなければならない戦法ということになるんですけども、こちらの意気昇天で与えたステータス以上ですね、状態以上を持っている部隊に対してですね、この張飛の固有戦法ですねが、大きなダメージを与えることができるという内容になってますよね。で、楽鵬に関してもですね、これ平均ダメージが非常に高いということになってるので、張飛のようなですね、力が高い武将にはぴったりということになってると思います。で、関羽に関してもですね、これ、破陣再建でですね、相手にしっかりデバフをかけた上でですね、高い火力のダメージを与えることができると、孫策とかあと1人文集だったかなから継承できる戦法ということになってますね。で、白尾でですね、これ、関羽の固有戦法もあと、破陣再建に関しても戦法発動率がね、低いんですよね、アクティブ戦法でね。なんで、白尾で補っているというような編成になっております。で、一応、ガリュウさんがですね、ちょっと一言添えてくださってたんですけども、レベル10を1部隊で抜くポイントとしてはですね、高火力であることはもちろん、制御戦法と回復戦法を十分に積むことですということをおっしゃってました。制御戦法というのはですね、この中で言うとですね、意気昇天とか、あと楽鵬に関しても、一つ状態以上与えることができますよね。で、破陣再建は、デバフか。ということでですね、こう制御戦法というのとは違うかなとは思うんですけども、まあ、そもそもがですね、諸葛亮の
戦法、こういう戦法自体がですね、アクティブ戦法を打たさないみたいなね、戦法で非常にまあ制御と言うてもいい部分はあると思うんですけども、この制御と回復、まあ回復の場合は座主古城ということになってるんですけど、こういうのをしっかり積んでおく必要がありますよということをおっしゃってました。ただですね、あとそのこちらだと槍編成になってるのかな、槍編成なので弓が苦手な部隊ということになってるんですよね。で、弓が連チャンで来たりしたらですね、2部隊目でちょっと引き分けてしまったり壊滅することもたまにはあるみたいなんですね。なんで 100% 何があっても絶対レベル10の資源値1部隊で勝つことができますよっていう部隊ってなるとですね、ちょっともしかしたらないのかもしれないなということを一応名手の方もおっしゃってました。そしたらですね、その買っていた画像っていうのもですね、一応見ていきたいと思うんですけども、はい、これが1部隊目との戦闘ということになっております。やはり4万5000兵力ってとんでもないですよね。ただ名手の部隊はですね3万となんで、一応レベル50には全員なってるんですけども、なんと2000も削られておりません。とんでもないですね。ここまで完封できるんですね。これはやっぱひとえに意気消沈がでかいんじゃないかなと思いますけどね。あれかかってしまうと割ときついので、で、それプラスアルファ、その、張飛や関羽の戦法、これダメージすごいですよね。諸葛亮の新奇妙算に関してはですね、相手がアクティブ戦法を放つ瞬間にダメージを与えるということなので、その圧倒的に完封してしまうと発動する機会が少ないのかなということで、カウの戦法のダメージの半分以下とはなってるんですけども、これだけ一方的に勝てるということなんですね。そしたら2部隊目との戦闘を見ていきましょう。はい、2部隊目との戦闘はですね、馬超との対決ということになってますね。で、これね、結構その覚えてる戦法も S 品質で揃えとったりしてですね、きついんはきついんですよね。ただそれでもですね、なんぼ減ってる、これ6000ちょいですね減らされただけでですね、相手部隊を壊滅させてるということですね。強いですね。関羽の戦法でこれ1万以上削ってますね。めちゃめちゃ強いですね。僕関羽持ってないので使った実感というのを説明することができないんですけども、確か全体にダメージを与えてさらに制御状態にするみたいな戦法でしたよね。で、そのやっぱり全体攻撃っていうのは効果力出るんだなっていうのがすごい分かりますよね。第一部隊との戦いでも活躍してましたけど、第二部隊との対戦でもですね、このようにしっかり安定して、兵士を撃破してるということが見て取れますね。そしたら3戦目ですね、見ていきたいと思います。はい、こちら3戦目になってるんですけど、こちらはね、ちょっと引き分けちゃってるんですけども、これはまあ運が悪かったっていう感じですかね。どこをターゲットに取るかっていうことで、副将は完全に潰してますんでね。で、首相も2500ぐらいしか残ってないっていうことで、もう4戦目はね、確実に勝てる状況ということになってますね。で、ここで注目してもらいたいのは、諸葛亮の座主古城ですね。これは覚えさせた戦法ということになってるんですけども、救援、つまり回復値がですね、7300もあるんですね。これはですね、ほぼ1部隊分ぐらい兵力を回復してるっていうことなんで、やっぱりヒーラー大事なんだなっていうのがよくわかりますよね。しかも、もう一つ覚えてる混迷乱城のおかげでですね、知力も上がってますので、こういった感じで圧倒的な回復力を叩き出すことができるということになってますよね。で、ちょっと関羽と張飛に関しては、これ通常攻撃のところまでスクロールされてるので、こういう戦法でどのくらいダメージを与えてるのかっていうのはわからないんですけども、これ第1戦、第2戦と比べても、与えてるダメージ、兵力ですね、は大きいので、相当ダメージ与えたんだろうなっていうのはですね、簡単に想像つきますよね。ということでですね、一部隊できっちりとレベル10のですね、領地を占領してしまってるっていうことなんですけども、これやっぱりですね、その特性を知ってれば、どのような武将でもって言ったら言い過ぎかもしれないんですけども、そこそこ強い武将を揃えて、戦っていけばですね、勝てるというのがですね、わかりますよね。戦法に関してもオール S にしてないですし、その武将、編成の武将自体もですね、テンプレと呼ばれる武将ではないということになってるんですけども、こうやって勝ててしまうということですよね。多分、この名手がですね、その他に劉備とか持ってたら、劉備をはめて登園パーティーにするんじゃないかなと思うんですけども、確かね、劉備引けてないんじゃないかなと思うんですよね、名手で。確か、そんなことを言ってたと思うんですけども、それでもね、レベル10勝てるということなんで、これを見た方はですね、結構希望を持てるんじゃないかなと思うんですよね。自分の編成の中で何かこう、まだ育成要素といいますか、変えれるところないかみたいなね、
この戦法、こっちの戦法に変えたらもっと強いんじゃないかとかですね、あとまあ攻略ガイドを読み込むとかやってみてですね、まあ、こう勝てる道っていうのを模索していただけたらなと思います。僕もですねこれ見てもうちょっと頑張ってみようかなと思いました。でですねチャレンジっていうのはですね今回は動画にはしてないんですけども、またこうやってみてですね、もう今度はわざわざ動画は作らないかなとは思うんですけどね、万が一スコーンと勝てるようなことがあったらですね、こんな編成で勝てましたみたいな動画は作るかもしれないんですけども、とりあえずはですねこのレベル10の資源値に関する動画っていうのは今回で終わりにしたいかなと思っております。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。今回ですね、ガリューさんご協力いただきまして本当にありがとうございました。おかげさまでですねこの、新鮮プレイヤーがですね希望を持てるような内容の動画作れたんじゃないかなと思っております。またぜひご協力いただけることがあったらですねよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。